こんにちは、イーです。今日は波の重ね合わせについて見ていきたいと思います。まあ、要は合成波を作図できるかどうかっていうのがポイントになります。まず、波の重ね合わせ。これはですね、波っていうのが、例えばね、水面上のこう、波面を、波,面波形をこう頭の中で思い浮かべてもらって、こう、まっすぐなね、 えー、もう何にも波立ってない静かなところに、石を2個用意して、2つをこう投げます。そうすると、2箇所でトポンとこうね、えー、落ちた後、こうそこからこう、なんていうかな、えー、波が発生して、そしてこう重なり合うような感じの、えー、映像がね、思い浮かべられると思うんですけども、そういうふうに波が2つ以上あった場合、その波ってどうなるのかなっていうと、実は、 影響されない、ね。波と波がぶつかったからといって違う方向にこう行くみたいなことはないんです。ということで、これを波の独立性というふうに呼んでいます。波が重なり合ったとしても他の波に影響されず、向き、速さ、波形、これらを変えずに保ったまま進む現象。これを波の独立性というふうに呼んでいます。 だから、まあ、こういうふうに、波と波が、こう来たとしても、確かにぶつかったときは、こうやって大きい山になるかもしれない。けど、結局、波の形を変えずに、こうやって離れていきますよ。みたいな感じですね。で、重ね合わせの原理。ここに書いてあるように、合成波の変異。まあ、今から、二つの波が重なったとき、どんなふうになるかなっていうのを作図。 していくわけですけども、それぞれの波の変異の和を取ればいい。で、ね、簡単な話です。で、それを式で表現すると、y イコール y1 たす y2 と。ね。式で書くと簡単だけども、実際の作業としてはどうなるのかっていうのを見ないと、これはね、結構、あの、なんていうかな、コツが必要なので、見ていきたいと思います。はい。 じゃあ、例題ですね。今回の例題は2台あります。今回は、えー、最初ね、えー、最初のお話は三角波っていう、まあ、実際にあるかって言われるとそんな波ないよって感じかもしれないですけども、えー、そういう波を用意しました。で、上にある波と下にある波、これらを合成しなさいっていう問題です。でこの時によくある答えがどんなのかっていうと、なんかこう、 書く人結構多いですね、うん、今パッと書いちゃいましたけども、簡単に言うと、ちょうど間を取ってるようなね。実は波の変異って輪を取るんであって、平均を取るわけじゃないので、こう中点取ればいいって話じゃないんですよ。なんで、これは違います。 どうやるのが正解かっていうと、まず一箇所波の変異の輪を取るっていうのがどういう作業なのかっていうのを見ていきたいと思います。はい。今、黄色くこう線を引いた部分に注目します。そうすると、上の波は、これが変異です。 マスで言うと4マスなんで、プラス4というふうに考えられます。で、それに対して、下の波はこれが変異です。マスだと1マス分下なので、マイナス、マイナス1っていうふうに考えることができます。 ということで、変異の和を取るって言われたら、プラス4、たすマイナス1をしろってことなんで、結果的に、プラス3という風になります。なんで、今緑で点打った場所が合成波の変異という風になるわけです。で、それを、要は、この場所でもこの場所でもこの場所でもやっていくわけですね。 ということで、全部書いてたらごちゃごちゃごちゃってなりそうなんで、これは消しちゃいます。よはいで。今の話から、えー、一個一個縦に見ていくわけですね。これはもうゼロです。両方ともゼロ。で、これ上の波しかないからそのまま。これも上の波しかないからそのまま。で、これも、ちょっと始まってますけども、やっぱりゼロなんで、えー、プラス3です。 で、この部分はさっきの話からやっぱりプラス3で、今度この場所はプラス3でマイナス2。だから足してプラス1。ということでこれをどん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 作業としてやっていきます。はい。こんな感じで点を打つことができました。ということでこれを滑らかに、今回三角波なんで直線で結びます。 ということで結んであげると、これが合成波ということになるわけですね。ただ単にバーッと真ん中に引けばいいっていうものではなくって、こういうふうに一個一個変異の輪を取ってあげないといけないわけです。はい。じゃあ次行きますね。次は、この実線と点線を合成しなさいということになるわけです。そうすると、うんとまずは、 えっと、ここのことですね。ここに注目します。そうすると、0と2ってなってるから、結局足しても2にしかなりません。ということで2、2。次、ここについて見てあげると、え実はね、この場所。 この場所がどれぐらいの値かっていうのはある程度知っといた方がいいんですけども今みたいに2マス山とか谷を取っているときはちょうどその間って言えばいいかな。間はだいたい1.4マスぐらいを取ります。これがなんでかなって気になる人はまあ調べてみるといいでしょう。今は言わないです。で、だいたい1.4ぐらいです。 で、それが実践と点線両方あるんで、合成すると2倍になるということで、2.8ぐらいを取ります。2.8ぐらい。はい。で、次は先と同じ状況ですね。2プラス0で2。で、今度、この部分は上下に同じ分だけ変異がありますから、足すと0になります。ということで、これをどんどん繰り返していきますね。そうすると、 こんな感じで点を打つことができました。でこれを滑らかにつないであげれば合成波になります。はい。ということで、これが合成波ですね。こんな風に、えー、合成波を書くときには、一つの波の変異、それからもう一つの波の変異がどうなっているのかっていうのを、えー、ちゃんと見ていかないとうまく書けないので、 変異を2つ足して合成波の変異になってるんだっていうのがポイントですね。それからさっき言ったように、ちょうどこの部分に対して、この部分、ね、この部分に対して変異がだいたい1.4マスぐらいを取るよという話をしましたね。なんで2倍のここが合成波の変異でだいたい2.8マスぐらい。 を取っていますねこれ結構ポイントなので、えー、よくね、1.4マスっていうのは知っておきましょう。これはね、なんでか今教えないって言ったんですけど、教えますね。えー、簡単に言うと、波っていうのはこういう風にあって、で、それは前にこう動画で見たように、等速円運動の正社縁をとってるみたいな話をしました。 なんで、こう山に来てる時っていうのは、ちょうど、えー、この場所ですね。てっぺんに来てる時が山の場所です。で、ロっていうと確かにゼロの場所です。で、ちょうどその間にある場所はっていう風に言われたら、それ実はですね、ちょうど角度で言うと、 45度の場所をとっています。なので、えー、ちょっと書かない方がいいですね。これが2だった場合、この長さっていうのは、2のサイン4 5度をとっています。サイン4 5度って2分のルート2なんで、そうすると結果的にルート2。ルート2ってだいたい1.41になるので、だいたい1.4マスをとってくれという話をしているわけですね。 はい。ということで、えー、今回は合成派について見ていきました。これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした、えー。授業の内容は理解できましたか実際には物理では演習が重要になってきます。なので、手を動かして問題を解いて、それを積み重ねていくことで成績が上がると思います。また頑張っていきましょう。